人分投げ上がったこいつ。さんだと思うな。俺そこまで言ってねえぞ、うん、俺はっきり名前言ってこうかなと思って。なるほど。さあ先方中堅対決ですね。あ、ま、あ小鉄と間違えたな。拾えるんか。さあ先にユンガゲンエンジンが溜まる。手出してない。うわ見てる。いい立ちわけではないけども、あ、危ねえ。ラトリア、ああいう時はちょっと拾いにくいので結構割っちゃった時には強いです。そう、空港が全然ね入らないからねこのキャラ。さあゲンジ2回目、まいやる。確定してしまって埋めるけど前ブラ投げね。まあ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 、まあ、いい勝負。ユンが溜まる前までにラトリアがいけるか。まあいくよね。あーAFってやつ今の。AFってやつね。やり直し7ヒット、やり直した。いろいろあったけど入っちゃうんだよなダットリーは。なるほどね、最高打点の台形でもユンに。あーいい技だなあれな、背ちっちゃいからな。勝ちはええねんと。あーしかしここは鉄さんが入る。血は届かない。あららららら、らフルヒット。さあどこまで減る。高い裏当て大パンジ目。うわあ、あるんじゃない？立ちくらい。まあ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 、まあ、ゲーマックスでさしのいでいくと。これはねでも結構一触即発だと思う。なるほど、うん。さあまずはやっぱり幻影スタートでしょう。あ、まあ、飛びが、うん、3割ぐらいですね。3割以上だな、はい、あぶれ。これはあーっとやっちまったー、入らねー。分かってたー。今浮き低かったね、うん、俺も分かったわ。さあ前方から、シャガ中2勝。あーうまい。さあ追い詰められるか。まだいけるか。うわーレバチュー、レバチュー、レーフヒット確認。あの、あんまり逆光で見えないんだけど、うん、多分いい顔はしてる、ね、いい顔してた。関係ないんだよね、みんなね、芸術だったね。さあ、いい勝負でしたが、これで中堅対決。誠は誰だ。ヤマトラですね。あ、ヤマトラね。さあ、ヤマトラ VS 勝になりました。西川とミモちゃんがお互い残ってます。さあ、古くは、ホームが一緒、この二人。さあ、正的にはお仕置きタイムみたいに乗るかもしれませんが、ヤマトラもワンチャン掴むと分かりませんが、分かりませんね、誠だし。うまく飛んでる。中盤チェストまではいかない。テスタはガード。ああー、まいー、しっかりローゼッションで、あー無理。 EX2 勝からゼッションですね。あれはずるいんだよな、ちょろまかしね。そう、ちょろまかし、あのゲージ残しながら。あ、ここはドン半分ぶっこんだ。いいですね、先にゲージ回していく。ここはチェスト、チェスト。さあチワシ発動、早めの前方届くね。ちゃんと画面位置を調整してからのゲージ回線。おーっとおっとっと、中盤がちょっと違ってたけど、あー大パンループミス、ラナ、ゲーレーバですね。さすがにしっかりしてた。大将は西川ですが、やなんかな、誠のミモちゃん残ってんだよな。ユンな気もするな。ユンだな、ユンユンだな。なと思うわ、ちょっと迷ってる。お、マジ、あるあるある。これね、どっちでもいいと思う。なるほど、うん、しかしここはユン同キャラ荒れるよ。 あのね、さっきもう堂々とパチンコって言ってたからなやつね。ほんと荒れるユンユンは。さあ西川ここで踏ん張れるか。ほら行くね。あ、マヘブラ入って、さあ青い方、青い帽子が西川、赤い帽子がショーです。あ、まずい。さあたくったか、投げてたでしょ今。今ね、投げの外から前方入っちゃった ね。小足3つでしょ。あ、分かんない、これは。あ、あ、
やり直せるか。しゃが高い裏手接種は入らず。あーっと間違いじゃなかったけど、距離がちょっと遠くて迷った。あと翔さん遅かった今。シャガぐらい遅かったですけど、ね、いろいろありましたが、勝利1。我慢したね。おー頑張った。そうか、ローディションかかるのかあれ。うーん、割ってきた。テンポからシャガ中絶賞、もう一回。うわ、なんかリバサで見えてたけど潰して、当たんない。あ、うまー、当たんない。あっと、手数じゃなかった。だー、拾えずだが、あ、前方は岡田事件、西川の悲鳴がこだまして。取ったね、シャガグラ取ったよと一言でしたが、ショーが